皆様こんばんは。今日はですね、ドミノピザのクワトロミートマックスという商品について、まあ、ご紹介というか私なりの食レポをお送りしたいと思うんですが、食べながら実況するとね、ライブ感はあるんですが、ちょっと咀嚼音とかがどうなんだろうっていうのを前回思いましたので、ある程度食べ終わった後に、ささっとレビューをすると。で、アクセス状況を見てみますと、ほとんど需要がないみたいなんで、まあ多いものでも200件ぐらいしかないので、まあ本当私的なメモに近い感じで一応投稿と。で、まあ、何らかの理由で、興味があるという方はぜひ楽しんでいただければと思いますが、いやね、クワトロということなんで4種類ございまして、こちらがね、大体食べ終わりつつあるんだけど、高麗カルビというもので、この辺かな。で、私いつもトッピングでね、チーズをマックストッピングっていうのをするんだけど、今日はね、プラスハラペーニョっていうのもトッピングをマックスにしたんで、パッと見ですね、これ全体像、これ一応4種類今画面に入っているはずなんですが、ミートラバーはね、かなりミートがいろんな部分が、表面に出てるんで分かりやすいんだけど、それ以外のものはね、チーズの海に割にというか、もう大体埋もれてしまってるような感じですね、ミートラバー以外は。で、炭火焼きチキテリ、順番に行きましょうか。炭火焼きチキンテリ焼きというものがこちらになるんですが、まあ見た目ではちょっとわからないと思いますが、かなりね、まあお値段も安いってこともあるせいかもしれないけど、マヨネーズがしっかり入っていて、私マヨネーズ好きなマヨラーですんでね、味としては美味しいなと、ある意味わかりやすい美味しさかなと思いました。で、高麗カルビの方はですね、一応マヨネーズとかではなく肉を素材として使っているということではあるんですが、ちょっとチーズとハラペーニョのトッピングに味が若干負けてたかなと思います。で、次がミートラバーということで、ちょっとしょっぱいんだろうなってのは想像してたんですが、やはりですね、このなんだろう、サラミとかハム系のものっていうのはかなりやっぱ塩味が強くはなってしまいますよね。ただ量が相当ね、予想以上にもっとパラパラ程度かなと思ったんだけども、結構こう見てわかると思うんですが、わかりますかね、わかんないですかね、結構もうほとんどハムとかで埋め尽くされてる感じなんで、まあ食べ応えはありましたね。ただちょっとしょっぱい、ひたすら食べるのはきついかもしれないですね。で、最後がこちらかな。はい、ちょっと見た目ではわからないと思いますが、炭火焼きビーフということで、これお値段一番、なんていうんですか、一番上のランクのものなんですが、やはりですね、値段高いだけあって、まあ、炭火の風味がすごくしっかりしてる。炭火焼きテリチキンの方はね、まあちょっとオーバーに言うと、マヨネーズパンみたいな、趣もなくはないんですが、炭火焼きビーフの方はですね、一番お高いだけあって、4段階のうちの2段階目がテリチキの方で、1番目の4段階目がビーフってことなんですが、ビーフの方はね、さすがにお値段高い設定だけあって、しっかりお肉が入ってて肉食べてるな感は一番ありました。どれ選ぶかってことで言うと、炭火焼きビーフがやっぱ高いものは美味しいっていうね、当たり前の結論に至ったところでございます。で、このまあ、クワトロっていうのはね、1枚で4種類の味が楽しめるってことなので、まあ、この間はね、期間限定のメニューとかも、イタリア云々っていうのも食べたりもしたんですが、結局ここら辺のベーシックなものにね、ドミノピザで、ちょっと、口の中唾液が溢れ返ってなかなか喋りづらいんですが、ドミノピザの今あるもの、レギュラーのもの、特別なものを含めて、やっぱこの辺に行き着くのかなってのは思いましたね。で、あとは、ハラペーニョの トッピングはね、いくら増しだったかな、そこそこかかるんですけど、600円だったですかね、かかるんだけど、これ全然ありですね。で、私半額で買ってるんで、実質300円でこれ味変できるんで、まあ野菜取れるっていうのもありますし、辛いもの好きな方はね、ハラペーの、マックス増しっていうのはぜひなさった方がいいんじゃないでしょうか。
じゃあね、ピザ冷めてしまってもあれなので、今日はこの辺にいたします。それでは皆様おやすみなさい。いただきます。